アリシェフェールは、オランダ、ドルトレヒト出身のフランスの画家。キリストの誘惑ドイツ出身で、オランダで働いた、肖像画家の息子に生まれた。弟に画家となった、アンリシェフェールがいる。1809年に、父親が亡くなって、1811年に、画家でもあった母親とシェフェールは、パリに移った。ピエール・ナルシス・ゲランの工房に入った。シェフェールが、 ゲランの工房を出た頃、フランスでは、グザビエ・シガロン、ウジェーヌ・ドラクロワ、テオドール・ジェリコーといった画家たちによる、ロマン主義が流行していた。しかし、シェフェールは、ロマン主義に関心がなく、冷たい古典主義と呼ばれる、独自のスタイルを発展させた。ミニョン、ドルトレヒト美術館所蔵シェフェールは、文学、特に、バイロンやゲーテの作品を題材にした絵をよく描いた。 人気のあった、ファウストテーマの作品には、糸車のマルガレーテ、疑惑に苛まれる、ファウスト、サバトのマルガレーテ、教会を去る、マルガレーテ、庭園の散歩、井戸編のマルガレーテなどがある。1836年には、ゲーテ作品のヒロイン、ミニョンの絵を2枚と、ほぼ同時期にフランチェスカ・ダリミニを称える絵を描いた。それから宗教的なテーマに転じた。 慰める者キリストに始まり、報いる者キリスト、星に導かれし羊飼いたち、王冠を置く東方の三博士、オリーブの庭のキリスト、十字架を運ぶキリスト、埋葬されたキリスト、聖アウグスティヌスとモニカが続けて描かれた。シェフェールは熟達した、肖像画家でもあった。描いた人物には、フレデリック・ショパン、フランツ・リスト、ラファイエット、ピエール・ジャンド、ベランジェ、 アルフォンス・ド・ラ・マルティーヌ、マリアメリー・ド・ブルボン、チャールズ・ディケンズ、シャルル・モーリス・ド・タレー・ラン・ペリゴール・ラガイル。パオロとフランチェスカ・ルーブル美術館、所蔵1846年以後、シェフェールは出展を止めた。王族との強い結びつきは、1848年のフランス第二共和制発足後にシェフェールの人気を失墜させた。 シェフェールはアトリエにこもり、多くの絵を描いたが、それが展示されたのは、死後のことだった。シェフェールは1858年6月15日に、アルジャントゥイユで没し遺体は、モンマルトル墓地に埋葬された。死後に展示された作品の中には、大地の不安と、未完成のまま残された、復活を告げる天使がある。亡くなるまでの間にその名声は地に落ちていた。 その魅力と腕前は称えられたが、色使いの貧しく、作品には正気がないと非難された。シェフェールは、ボードラン将軍の未亡人と結婚した。1798年9月27日に、デンハーグで生まれた弟のアンリも、多作の画家だった。シェルフェールは1848年、つまりサロンから完全に引退した後に、 レジオンドヌール勲章のコマンドールを除勲した。日本では戦いの中、聖母の加護を願うギリシャの乙女たちが国立西洋美術館に所蔵されている。ありがとうございます。